おはようございます。雨です。雨でしかない。雨雨クラウディです。めっちゃ目が曇ってる。やばい。はや、雨の音聞こえますか？じゃん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 って、じゃらなんか雨の音がするんですけど、聞こえる？ポワパッ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 。さっきまで前髪がすごくて。大惨事だったんですけど、ギリギリ間に合ったっちゃ間に合いました。よかった。ね、新潟全部降ってんのかな。どうなんだろうか。こうすれば見えるんじゃない？こうすれば見える気がしてきた。でさ、見えない、もしかして。どうだろう、私も見えないんちゃ。見えないって言われたら見えないんだけどさ。なんか微妙なんだよね。でこう、感じで、ちょっと皆さんに本当に、あの昨日言いたかったんだけど、すごい夜遅くに発表されたからどこでも言えなくて、皆さんギフトありがとうございます。そんでね、なんだっけ、そう、米百票フェイス2023に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。本当に感謝で感謝でいっぱいで、なんか NCT48 全体のイベントで、なんかね、そのなんだろう、その選んでいただくことっていうものは初めてで、今回が本当にびっくりしているんですけども、16人に選ばれて、でも新潟県民としてもめちゃめちゃ嬉しいので、ちょっとその10月なんだっけ、その出演させていただく日は頑張って背伸びをして、先輩方とに、先輩方についていけるように頑張りたいと思います。ありがとうみんな。すごく嬉しかった。最初選ばれた時、これは間違いかって思ってけど、やっぱり告知のところに自分の名前と写真があって、いやーやっぱり現実かみたいな。そう、嬉しい。チケットとかでもあれですよね、なんかダメ、もう売り切れてるところとかありますよ、スタンディングだ。続きありがとうございます。
マシに伝えた。そう、なんかそういうのを知った時にめちゃめちゃ大きい声でえぇ、ー、って言ってえぇって言って、でもなんかどうしたのって感じで私が言ったらびっくりしてくれて、でもなんかまあ もちろん米発表フェス知ってて、でもめちゃめちゃ喜んでくれました。嬉しかったですあんまり喜ばすことをできていないので、あ、間違えた、ちょっと待って、ごめん、今テロップ打ってて、よし、おはようございます、ごめん、ちょっと今からコメントを読みます。嬉しいお知らせってこれだったのね。そうそうそう、え、嬉しい、え、嬉しいお知らせだよね私にとってはすごく、うわ、ハメにしてる、ちょっと待ってわあ、わあ、いいや、団子ありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しいえ、すごい、お団子たくさんありがとう、お腹がいっぱいになるくらいありがとうございますえー、ありがとう、すごい、ありがとうございます、おはよう、まあすごい、画面がめっちゃお団子で溢れてる、ありがとう、朝ごはんはお団子ですね、そうですね、じゃあそのくらいありがとうございます、嬉しい、おはようございます、もしキラキラ星に投げて、あ、投げてもしキラキラ星あれば投げてくださると嬉しいです、ぜひよろしくお願いします、うわ、ほんと待って、お団子タワーだこれ絶対、ありがとうございます、米百票の代わりに団子100個どうぞなんて優しいんですか、ありがとうございますお団子タワーが立ちましたありがとうございます、我慢してありがとう、お腹いっぱいですお腹いっぱいになりそうです、でもお団子って食べれそうで全然食べれないよね、いざ食べると全く、今日すごい前髪が崩れる、団子は腹持ち、いや本当にそうなんですよわかる、え、でもね、みたらし団子が好きです、うん、ルアは特にみたらし団子か、うーん、なんだろう、海苔、海苔が、海苔巻いてて、なんか醤油みたいな、ちょっとそういう系か、かな、私お団子、あ、でも意外とあんこ入りとかも食べるかもしれない、夜勤焼きイベント応援のできるの朝配信だけかもです、
全然、でも本当に来てくれるだけで本当にありがたい、ありがとうございます。お疲れ、夜勤明け。大丈夫か、夜勤明けは。アルバありがとうございます。団子ありがとうございます。鈴木ありがとうございます。キラキラ投げたのでこれくらい出勤です。またね、ありがとう、いってらっしゃいふんふん、おはようございます。あ、すごいたくさんの人が来てくださる。ぜひキラキラ星投げてってくださると本当に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 嬉しいです。よろしくお願いします。なんかすごい今日すっぴん感ある。どうにかしたい。まつげを上げてみようと思います。朝から元気そうでよかった。嬉しい。いつもそんな元気ないっけなんか朝は自分の元気のなさに気づかない人でなんですよね、本当に。でも今日はでも雨だけど気分がちょっと上がってるかも。雨パワーよくわからないけど雨のおかげ。どう、あ、まつげ上がった、ちょっと変わった。あー、これかな。いい感じ。とりあえずいいや、これで。おはようございます。今イベント参加中なので、もしよかったらキラキラ星投げてきてくださると本当に本当に嬉しいです。よろしくお願いしますね。ちょっと多分朝でお忙しい方が多数いると思われるのですが、1個でも何個でも投げてくださると嬉しいです。ハートありがとうございます。おはよう。とぜひチャレンジもね、達成、ミッションの達成もお願いします。みんなでイベント頑張るわです。はあイベント頑張るわ、はあです。まよー、あれか、今日ルアーがちょっとあのテンションがいいのはそのコメ百票フェスを告知できたからかなそうかもしれない、そのおかげ。でも本当 に心から嬉しかったですね。やっぱり本当に3期生で出れるフェスが過去に2回だっけ、クロフェスとあとアイドライズがあったと思うんですけど、そう、その時めっちゃ楽しくて、そこですごくフェスの楽しさを知り、でも知ってからその楽しさを知ってから自分が出演するっていうのがなかった、そうですね、なかった気がするので、またフェス会場から皆さんのことが見えるって思うととてもとても楽しみなので、
10月 NGT 10月8日だっけ、なんかタイムテーブル出てましたよね。11時からって書いてなかったっけ。8日、みんな楽しもう。15分、毎日配信368日ありがとうございます。1時間くらいなのかな、なんか尺1時間くらいっぽいですよね。そう、トップバッターなんです。11時から、嬉しいです。ハートありがとうございます。パッピャッピャー、うん、これは今日目が小さいかもしれない。まあ、いっか。いっか。2年続で会えるの嬉しすぎるわ。ありがとうございます。ね、なんだっけ、あの燕三条でのオフラインの次の日なので、もしかしたら。あれですね、2連続2日連続で会える方もいるのかな。いや、ああ金沢、待って、そうだ、金沢もあった。そう、金沢はあの、そうですね、あれは何、部の時間が本当に奇跡的に、あのなんかすごいタイミングが良くてね。そうだ、それもあったね。それが3月末かは3月末にあったの。そうだ、忘れちゃいかん。ね、なんかさ、私がすごくあの今年は夏花火、でっかい花火をあの見れなかったと言っているんですけど、でもなんかその日夜あるじゃないですか、その花火が。果たして見れるのでしょうか。そんなにね、なんか見れないかもしれないし、見れるかもしれないんだけど、出演も前お昼頃だし、多分どうかなって思ってて、でも見てみたい、めちゃめちゃ大きい花火見てないもん今年。パー、やめた。金沢見に行ったわ、ありがとう。でめちゃめちゃ楽しかったよね、うん、ハートありがとうございます。朝配信ありがとう。いや全然ですよ、なんか最近たまたま起きれる。なんかね、なんか配信予定を入れると起きれることが多いかな、もしかしたら。そう、配信予定いらないと、あ、まだいける、まだいける、まだいけるってなって、結局めちゃめちゃ遅い時間に始めちゃうから。そうだから、生活習慣直すのにもとてもいいですね。6時半からは普段起きないので、いい健康だと思います。
おはようございます。ぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです。あとありがとうね。フェスいろんな豪華なあれですよね、方たちですよね。そう、小和田久美さんとかもいて、びっくりびっくり。おはようございます。キラキラ星投げてくださると嬉しいです。どなたでも、どんな方でも大丈夫です。今日も仕事です。頑張ってください。はい、そうです。頑張ってね。おはよう。今日は珍しくお休みです。え、お休みの日にこんな朝早くから起きてるんですか？たまたま？それともルアの配信のため？どっちやどっちよ無理やりルアの配信のためってことにしといても大丈夫ですお団子ありがとうございます。ハートありがとうございます。星ありがとうございます。どうだろうか。お団子ありがとう。すごい、今日はめちゃめちゃお団子が食べれそうですね嬉しい、ありがとう。そりゃりわちゃん食べさ、イケボ、あ、すごいいいですね、イケボぜひあれです、週お休みを楽しんでください。いや、こんなにお団子いただいちゃって待って、幸せ幸せすぎるぐらいもういただいちゃってる。お団子ありがとうございます。今日は何団子を食べようかなありがとう。素晴らしい季節限定のギフトだ。だるまもありがとうございます。ゴロ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 、3000、あ、ありがとうございます。3000、いやー、ありがとう、みんなのおかげでありがとうございます。すごい、朝はたくさんの方が見に来てくださって本当に嬉しいですね。もしお時間ないかもしれないんですが、もしお時間ちょっとでもあったらイベント参加してまして、キラキラ星を投げてくださると本当に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 嬉しいです。よろしくお願いします。おはよう。わ、クマを消したいと思います、今からだからクマ消しに専念します。ことができるのか。たださ、照明使うとめちゃめちゃ
黒く見えちゃって、なんかクマ広いな、ちょっと待って、クマが広い家について、でこうやって、うん、ちょっと消せた。ちょっと、いや消せてない、消せてない、うわ、え消えない、もしかして。曇ってるわ、残りやすいんですよね、ルはなぜか。つら曇った、そうなの、曇りました。仕事行きますね、また今夜、ありがとうございます、お仕事頑張るわです、おはよう。めちゃめちゃあくびしたよ、昨日寝れた、はい、おかげさまで大爆睡です。めちゃめちゃ爆睡しました。なんかあれだね、いつもいるわ、すごい画面に近いわ、気づいたら画面の近くに行ってる、ここら辺からちょっと引きで。ショールマージンってみんなどのくらいのあれなの、角度でやってる、うん、どのくらいの引き感でやってるんだろう。すっごい前髪が気になる、ごめんね。どんだけやってくらいか、前髪気になる、あ、よしよしよし、何のくらい、これの人もいれば、もうこういう人もいますよね、ルアどっちなんだろう、こっちが多いかも。ベルちゃんイベント始まってからフォロワーさん増えた、いやめちゃめちゃ増えました、20人くらい増えました、本当にわかんない、どんなんか、監視とかでフォローしてる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、でもフォロワーが増えたっていうことは事実で、とても嬉しいですね。うん、マジで嬉しい、このまま2600人突破できるかなと思って、楽しみです、もうちょっとあと一歩くらい頑張ります、あと一歩いったら2600人行って、でもう一歩行って2626人に行きます。頑張って目標達成します、みんなでふむふむにって祝おう。あと、ありがとうございます、おはよう、仕事行きます、行ってらっしゃい。ルアドアップの方が可愛い、やっと、ありがとう、ルア3期生、はい3期生です、ふむふむって言って、ふむふむ。朝配信の静かめの感じも好き、のー、本当に確かに好き嫌い分かれるかな、夜はうるさい時はめちゃめちゃうるさくて、朝は基本的に静か、あ、ランク7位まであと何これ、15万888、ありがとうございます、ちょっと減った、ありがとう、本当にお団子のおかげであったり、本当にたくさんギフトありがとうございます。ルアシのルームで特別配信当たったので明日行きます、来てくれるんですか、ありがとうございます、お待ちしてますね、気をつけて来てね、うるさいルアちゃんも好き。それはそれは不意に来ますからね、うるさいルアちゃん、
なんか自分でもうるさくしてるつもりはなかったないんですよね、やっぱりそういう時。でもその意外と落ち着いてる時とか、なんかちょっとテンション低めの時とかも別にそんな自覚はなくて、夜は夜で楽しい夜は美女が良い時が多いです。そう、今すごいなんか何もそなんか何もない感あるんですけど、なんか夜になると、なんか時が経つとだんだんむくみとかがだんだん取れてって、なんか目もしっかり出てくるんですね。そう、そうするとなんかいいんですよ嬉しいね。だるまありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんキラキラ星よろしくお願いします。わ、待って、4000いった、ありがとう。え、なんでこんなにいくんだろう。ありがとうございます、嬉しい。いつも目かゆい、ごめん。めっちゃ目かゆい やば急に目かゆくなった大丈夫ですね。 OKOK、 ハートススキありがとうございます。で、髪サラサラありがとう。サラサラなんですよ。これは本当に髪質に恵まれてるっていうのもあって、生まれつきで細くて柔らかい髪質なので、その代わりアイロンとかしないとストレートにはなりにくいんですけど、自分でも結構髪は、自分の髪めちゃめちゃ好き。ハートありがとうございます。星ありがとう。今日はどうだろう、ランクアップとかできるかな。頑張ろうみんなで。3日目です。そして明日がね、本当にあっという間に明日が、なんだっけ、その毎日配信記念の、お祝い配信なので楽しみましょう。本当にお祝いばっかりでね、本当に皆さんには迷惑をお祝いばっかりで本当に申し訳なくて、まあでもそれだけ嬉しいですね。やっぱりないよりあった方が楽しいので、絶対に楽しみましょう。公開配信ってどんな感じなんだろう、うん、3人の LINE グループ盛り上がってるありがたいことに盛り上がってますそう、なんか毎日配信してるからって言って本当に最近作ったんだけどね、めちゃめちゃなんか何気ないこととかも話してて楽しいですね。そう、本当に常に誰かと会話してたい人なので、ポン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 会話できることがすごく嬉しい。いつもなんか本当に誰ともあんまり喋らないので LINE とか、そうだ、よく一人で孤独に生きてるので、ぜひ私に連絡をくださると嬉しいです
ファンの人にやっても連絡できないけどね。どなたかどなたか私と話し相手になってください。めちゃめちゃ喋るの好き。お祝いがたくさんで嬉しいね。嬉しいよ。今までこんなことなかったもん。こんなになんかいろいろもうあーってこと配信でくしゃみ出る。やばい、めっちゃ窓開いてるからやばいね。外に全力でくしゃみを届けました今。ふう、3人でテレビ電話したりする。え、したことないな。そう、電話テレビ電話したことない。くしゃみかわいいくしゃみありがとうございます。いえいえいえ、どうぞ For you くしゃみ大丈夫？あ、全然大丈夫です。朝の早く個人の X でできれば会話盛り上がる。あ、なんかさ、先輩とかがたまにさ、なんか先輩同士で喋ってて面白いツッコミがあったりだとかだからそういうの見てるとすごいめちゃめちゃ幸せな気持ちになるので、やっぱメンバー同士の絡みってめちゃめちゃ好きで、そう、幸せな気持ちになるのでそれを投稿する側にも早く ついてみたいです。くしゃみ頑張れ、ありがとうございますそう、よくやってしまう。昨日はやんなかったかな。不定期にくしゃみが出るので、おはようございます。イサベルアです。キラキラ星もしありましたら投げてくださると嬉しいです。イベント参加中です。季節の変わり目、そうですね、あっという間に。なんか夏の終わりはあんまり感じなかった。夏終わったーっていうその余韻一切なく夏の余韻一切なく、すぐなんか秋に突入して、でもこうやって新潟の天気はレイニーです。 It's rainy です。ちょっとここはちょっとなんか英語にしたかった。 It's rainy なので、そうなんです。すごいすごい曇りで雨がやばいですね。あっという間に秋に突入してるから、うん、もう冬来るかな、じゃあでもさ、なんか昨日公園で言ってたのが、もう今年100日ないっていうことを日野さんが言ってて、で確かにもうすぐそこだなと思って、年の変わり目はね。え、なんかそういうたびにさ、年越し配信したいなと思って私ができるな、あと3年後もしかして、3年後2年後3年後くらいかな、ね、年越し配信したいな。でも去年より断然ね、1時間多く夜配信できるから、それだけで全然変わったんですけど、年越し配信したいし、すごいあっという間、クリスマスもあっという間に来るね。ハロウィンも来る。あ、ハロウィン来るね。次のイベントハロウィン10月30、え、ハロウィンってなんだっけ。10月30、10月31日、30、31、どっちハートありがとうございます。佐々木もありがとうございます。31だよね、31だった気がする確かあ、
サーティワン、よかったよかった31ね。うん、今年ハロウィン公演ね、やってみたいの、なんか仮装したいね。別にあの変な仮装でもいいから出たいですね。みんなめちゃめちゃ可愛い仮装していただいて、私だけなんかあの小豚とかやりましょうかこうやって鼻上に引っ張ってめっちゃ垂れ目にして、垂れ目引いて鼻引っ張って、面白いことになりそうです。ティー、ありがとうございます、ね、公園あるといいな。なんかせっかくクリスマス公園っていうみたいなのあるじゃないですか。去年あったよね、そういう系のやつパーティーであって、で1曲プラスで披露させていただいたんですけど、そういうのがあるからぜひハロウィンバージョンもやりたい。やめて、体調気をつけてね。ありがとう。全然元気、モリモリマッチョです。おはようございます。キラキラ星投げてくださると嬉しいです。ぜひ投げてください、よろしくお願いします。だんだんあれだ、ポイント減ってきてる。ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございます。残り17分くらい、ありがとうございます。残りるは100日切ったら何したいんだろうな。意外とでもすること、もう結構夏にねしてみたいこともできて、秋にしたいことかあんまりないかな。まあでもその夏の余韻を残すなら本当に花火、大きい花火を見に行きたいです。一瞬でもいいから目、この目に収めたい今年の花火を。おはよう。パッ。おはようございます。お、ランクだね、まだ139,273 ポイント。ありがとうございます。わあ。わあ。減ったよ、みんなのおかげで。ありがとう。今日はランクアップできるといいな。夜は8時からなので、皆さんぜひお待ちしてます。ね、なんか、分けないで今回は一気にやってみるもんだから、どうなんだろう、初の試みイベントでは。なのでその間にあの星をね、あの回収してくださると嬉しいです。15時以降、今日の15時以降に星が一回リセットされて、またあの投げれるようになるので、キラキラ帽子が、ぜひぜひよろしくお願いします。
お仕事行ってきます。いってらっしゃい。ファイトです。ハートとだるまありがとうございます。だるまってすごい色の種類あるね。1日2セットしか投げられないの、もう1日2セットしか投げられないのつらい。あー、ね、なんかそうだよね。イベントですごい星投げ三振を投げあの慣れてた方は多分ね、今回すごく私の配信を見ることが多いのではないでしょうか。いつもさ、すごいやっぱり星投げ三振してるとさ、なんかいろんなルーム行ってわー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 ってなるじゃないですか。だからあんまりルアの配信をゆっくり見るということがあんまりなかったかもしれないけど、イベントの時は。今回はすごいゆっくり見られてますか？ね、結構ゆっくり見られてるのかな。おはよう。ハートありがとうございます。おしなぎ職人になった。ね、ルアもやっと最初覚えてきたのと思ったら変わっちゃってる。そうだ、この背景、このあの出空365日の背景ももしかしたら今日で終わりなので、はい、噛み締めましょう今日で。明日は明日でまたおめでとうっていうお祝いを365日を公開配信でするので、この形になれたらもう3周とかできなくなる。うーん、ねえ、これ多分慣れちゃうのかね。でもまあ捨て星とかないし手星とかないからね。皆さんの負担はちょっとは減ったのかなって、うん。わかんない。負担って思う方と思わない方が多分いると思うんですけど。でも私は配信してるだけなのに、皆さんが明らかにね、だっておしなぎを3週もう連打しないといけないしみたいな。大変だったと思うので。ゆっくり配信見ててください。おはようね、キラキラ星もっと投げれたらね。うん、それは嬉しい。推し集めも地味に楽しんでました。で楽しいよね、わかる。なんか他のルームだってちょくちょく行けますもんね。そうで、あっという間に30秒だって、あっという間に星もらっちゃって、うん、おはよう。待って、めっちゃ今お腹鳴った。わー、朝ごはんの時間だ。これまたなんか食べようかと思います。あと10分したら食べるな。推し集めでこんな子いるんだって釣られそうになったり、あ、じゃあそれ防止になりましたね。あ、よかったよかった。それ防げるね。へえ、わかる。だっていろんなルーム行かないとだってもらえないもんね。そりゃそう。まあでも逆の意味だと捉えたら、私的にはそれだとあれですね、なんか新しく星集めで見に来てくださって、でも なんだこの子気になるぞって言って、そのまま星集めしに来てくださったのに、そのまま配信を見てくださったりだとか、そういう機会があんまりないくなったというか減ってしまったっていうのはあるかもしれないね。そう、あとなんかこれ、この盛り上がり指数っていうのが
人数とかではなくなってしまった、あれそうなんですよね、そう人数とかではなくなってしまったので、どのくらいの方が来てくださってるのかがさらに気になりました。ハートありがとうございます。星と種の違いがなくなったのも助かる。あ、確かに、あれそっか、種なくなったね。そう、なんか私種をしたことがないんですけど、まあでも意味は一緒か、けど種は種で、種のところで、うん、種のをやってるところで種を集めてみたいな、星とはまた別でなんかあるんですよね。わかんなくなるらん。おはようございます。ルーム入ったら種かよって昔話した。そっか、入らないとわからないですもんね。はい、あ、そうだ、皆さんぜひ SMS 認証もよろしくお願いします。そうだ、言ってなかった、大丈夫かな、どうだろうね、イベントのポイントには反映されないと思われますので、ぜひ SMS 認証をよろしくお願いします。あとキラキラ星も投げてくださると嬉しいです。うん、仕事行ってくる、お、行ってらっしゃいです、頑張るわ。ミッション達成には結局ルーム回りしますね、確かに結局ね、結局するんだけどね、そうそう、でも見た目で何この何これかわいいって、この子かわいいってなってもらえるような顔にぜひなってみたいですね。星集めでね、そのままルームにいてくれる方がいたらどれだけ嬉しいか。応援に来ました、ありがとうありがとう。あと6分に、でも新しい形でのイベントもそう楽しいので、これで皆さん慣れましょう。でも星投げ三周とかがあるときに、あのショールームをできてとっても良かったなって思うとっても良かった、なんかそれを経験できて良かったなってって思いますね。そうですね、夜いつ配信やるの？夜は8時から10時でやります、見に来てねお時間あったんで大丈夫です。朝から釣られました、お、よかった、やった、釣れた超ボリューミーやった釣れた、嬉しい、可愛いのですよ、ありがとうございます。あやちゃん見たら可愛いってなる、本当にうれしい、鼻がかゆい、ちょっと待って、ちょっと待って、かゆい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 鼻がかゆい、なんで、なんか先っちょがかゆい、なんで、でも描くと鼻赤くなってなんか面白いことになるかなえ、でも最近あれなんですよ、ほっぺにチークつけるとき鼻先にもつけてて、そう鼻もちょっとピンクがかるようにしてるんです。
昨日の服可愛かった、ありがとう。そう、昨日はねすごい大人っぽい可愛い服を着ました。それはあのサンキツイッターに自撮りみたいなやつを載せたのでぜひ見てください。初見です、ありがとうございます。トナカイさん、トナカイさん確かに鼻がピンクだとトナカイみたいか。うわー、クリスマスいいな。キラキラ星求めてます。投げてくださると嬉しいです。よいしょ。それではそろそろお時間なので、あっという間に、あっという間ですが、それではスクショタイムをしたいと思います。何なんだ今のあくびは。なんだろう。ありがとうございます。次8時からお待ちしております。あ、そうだ、あと昨日のふむふむ日無事ハッツを送れました、ありがとうございました。みんなに全部届いたかな、届いてると嬉しいな。迷った松のガオガオガオそれでは男女は見上げていただきたいと思います。お礼をさせてください。13位アンデュー氏、ありがとうございます。12位ニシ氏、ありがとうございます。11位天使の脇前氏、ありがとうございます。10位カナリー氏、ありがとうございます。9位ヨチくん氏、ありがとうございます。8位ポンポン氏、ありがとうございます。7位ヤマツ氏、ありがとうございます。6位アイスルアスマイル氏、ありがとうございます。5位タカタカ氏、ありがとうございます。4位シューチャー氏、ありがとうございます。3位ケイト氏、ありがとうございます。2位ピーメガネ氏、ありがとうございます。そして1位は小川マー氏です、ありがとうございます。ぽい言ってから投げる系、ぽい、ありがとう。タワーもありがとうございました。なんかお団子がたくさんあの来たので、すごく今お腹が空いています。すごくお腹がすくギフトありがとうございました。それでは30分になったので終わりたいと思います。今日も一日頑張るわ、ありがとうございました、たくさんありがとう、またねー。